はいどうも、えー、高市さないがですね、えー、なんか言い訳のツイートとかをしてですね、それが、こう、ネット工作員のですね、創屈のような気がするからですね、えー、もうちょっと見てみようかなというところで、えー、ネット工作をですね、自民党がやってるっていうのはですね、えーと、えー、小池百合子、広報本部長さんがですね、えー、 党としてですね、都合の悪いような書き込みとかはですね、えー、ガンガン、えー、ガンガン潰していきますよ、みたいな。書き込みをですね、自民党さんは常時監視してですね、問題があれば反論、削除要請とかですね、もうすべて、すべての、すべてのあれをチェックしてですね、お前らのあれは、言論はですね、どんどん潰していくよ、みたいな感じの、みたいなね。 ネットの人が言うには、みたいな感じのことを自民党さんはね、やってるんじゃないか、みたいな。はい。でですね、えー、高市さんはですね、高市さん応援のですね、ツイートがすごすぎてですね、えー、あ、すごいなーっていうところで、まあ、ぼちぼちですね。まあ、飽きる,飽きるまでちょっと見ていこうかなぐらいで。はい、えー、 理解、高市さんの言い訳は理解しやるつもりです。ご丁寧にありがとうございます、みたいな。なんかね、こ、こんな感じで書くんですね。えー、で、高市さなが自民党の中でどんな感じなのかわかんないですけど、あの、自民党員からするとですね、 そうですね。た、高井さん、いつもお疲れ様です。えー、いつも我々は応援してますので、これからも頑張ってください、みたいな感じのことをですね。えー、ツイッターのこの言い訳のですね、しどろもどろの言い訳のですね、ここの中でアピールするわけですね。あのー、私はあの自民党で党員になって頑張っていく所存なので、あのー、高井さん、私をこう、えー、 何ですかね。私もこう頑張って書き込み頑張るんで、あの、高石さんも自分のことをこう目にかけてですね、えー、応援してくださいみたいな感じのことを、えー、ツイッターのこの返信部分でですねん、アピールするみたいなとこにことになってるような気もするんですよね。<laughs> 私もですね、統一協会と自民党とかそんな感じの撮ってるんでえ、監視されてると思うんですけどね。はい、えー、っと、あ、これがあれなんだ。磯崎なんだ。変更した報道番組がたくさんありますが、相手がゲストを呼ばず、一切の反論権を認めない番組は最悪です。仲良しグループだけ集まって、政治的に、 好き放題言うような番組が放送、放場、許されるはずがありません。あ、もう完全に言ってるじゃん。今の立場では、安倍の側近みたいなとこですね。あまり動けませんが、黙って見過ごすわけにはいかない。えぇ、ー。あまり抵抗するなよ。えぇ、ー。私に反論、 あ、抵抗すればお前の首が飛ぶからなとですね。えー、総務省のお偉いさんを、えー、脅したそうで。はい、えぇ、ー、いっそさんだそうで。あ、やめとくか。えーと。あ、僕がね、これを押すとね、数字がおかしくなるんですよ。 ちょっと待ってよ。画面の端に行ってから押してみようかな。はい、えー、あれあ何回も言ってるんだ、この磯崎さんって方。<laughs> 放送法の求める政治的公平とはえーとですね。 放送法でですね、政治的公平っていうのはですね、あの、与党、与党でね、政権がですね、あの、放送をですね、うん、私物化してですね、えー、自分たちの政党にとっていいようなことばっかに使っちゃうのをですね、やめさせるために、えー、報道の自由みたいなのをですね、守らせる必要があるみたいで、 えー、日本のマスコミはひどいですよ。はい、えー、で、安倍の側近だそうなんで、あのー、何な,なんですかね。安倍がですね、えー、マスコミに対してですね、ガンガンに圧力はかけてたっていうのはですね、この人を見てればですね、ある程度こう、あ見えてくるような気がするんですけどね。 はい、えー、で、これですよ。高市さんお疲れ様ですって。もうちょっと上の方がいいか。えっと。お疲れ様ですって言うかなこれ、中の人じゃないの自民党の。 よろしくお願いしますなんて、書くかななんか、どっかから指示が出てて、高市がこれ、ツイートしたから、あのー、お前らでこう、まあ、高市さんにか話しかけるような感じでいいから、いつもお世話になってますみたいな感じで、書いとけみたいな感じで、っていうのがね、すごく見えるんですね。だから、高市のですね、知り合い、知り合いというかですね、自民党の、 当院なのかなみたいなイメージですけど。はい、えぇ、ー、重々承知しております。高石先生の誠実な対応に感謝しております。陽動作戦。おはようございます。<laughs> お疲れ様です。お疲れ様ですとかね。うん 多分自民党の党員だと思うんですけどね。男子高校生がお疲れ様ですなんて言うだから、男子高校生制定なのかな で、えー、普通に考えますよ。男子高校生がですね、あんな60歳、70歳のおばさん見たら気持ち悪いと思うと思うんですけどね。見たくもないんじゃないかなと思うんですけど。ええー、まあ、たが例えば、やめるか。はいだ、男子高校、高1って書いてあったけど。 高校一年生があんなおばさん見てですね。見たくないような気がするんですけどね。気持ち悪く感じると思うんですけど。で、そうですね。高市用語のですね。発言が薄いんですね。普通、普通、普通こんな感じですよ。この高市ってやつみたいにですね。 無理のある釈明ですねって。ええー。もう潔く去ってきよみたいな感じがですね。普通だと思うんですけどね。<laughs> だからですね、一人で、あの、ネット工作員もそんなにたくさんいないはずなんで、だいたいある程度文章が似できちゃうんですね。はい、えー、ネット工作員のですね、 創屈だと思うからですね、ええー、まあ、なんとなく撮ってますけど、はい、まあ時間も結構深くてですね、深いっていうかですね、もう朝なんですけど、お前寝ろよみたいな感じの時間なんですけど、はい、で、えー、っとですね、で、い、 一般の書き込みのとこなんで、その自民党の党員だったらですね、えっ、ー、と自民党の党員なんで高市さん応援してますよとかですね、一言書かないとですね、フェアじゃない派と思うんですけどね。<laughs> で、多分ですね、えー、こう、ずっと見ててですね、あ、高市応援だなと思ったらですね、 いいねを押すんですね。多分 <laughs> 大丈夫です。皆さん理解してます。あ、俺もなんか書いたてがいいのかな。<laughs> で、えー、これだけですね、ネット工作員が必死になるっていうことはですね、相当やばいんですね。相当やばいからですね、えー、全力で高い市を支えないとですね、ダメだ、みたいなですね、これですね。これ面白いな。磯崎。なんで磯崎のこれ、あれなんだろう。画像なんだろう。消,消すからかな。 昨日ある放送の中でキャスターがこの法案は、えー、廃案にさせなければならないと言いました。明らかに放送法に規定する中立義務違反の発言です。だからもう、安倍の側近がですね、安倍、安倍が直接言わずにですね、えー、こいつの口を通して言ってるだけなんで、安倍が言ってることなんですよ。なんであいつ、 この法案早にしろなんつって、あそこの放送局の電波止めるぞみたいな感じのことをですね、おそらく、えー、心臓さんは言ってるんじゃないかとですね、見て取れるんですけど、新聞は何を書いても自由。放送には放送法の規定がある。だからですね、今後議論してですね、えー、気に入らない放送局はですね、電波止めるぞとですね、 <laughs> 言ってるのかなーっていう気がするんですけど。いいね。いいねを押しときますね。ほら、いつでも高橋さんを全肯でおかしいでしょ。おかしいときにはですね、おかしいって言わないとダメなんですね。 一応ちょっと変わったあれを書いとこうかな。同じ派閥でしたね。<laughs> でですねさ、さっきか、さっきのですね、磯崎のあれを見てわかると思うんですけど、安倍の側近が磯崎で、で高市がですね、総務大臣で、まあ、放送局の えー、トップみたいなとこの大臣なんで、えー、高市の耳にですね、入ってないなんていうのがですね、えー、まかり通るのかみたいなですね、とこだと考えるとですね、通らないからですね。はい。安倍高市はですね、アウトな、アウトですけどね。 アウト100%とは言い切れませんけど、私、私あんまりそんなにしっかり見てないんで。で、はい、えー、あれなのかな日本会議なのかな自民党じゃなくて、あの、何でしたっけ誰でしたっけなんとか高虎、えー、小林高虎えー、と、天中平和連合、えー、統一協会の、 あの人がですね、高市の言葉をなんか盲目的に書いてるのに、あ、なんとなく似てる感じなのかなとも思いますけど。はい、えー、もう朝なんでね、えっ、ー、と、なんかね、2000件ぐらい書き込みがあるとかで、全部はちょっと見れないですけど、はい、えー、ネット工作員のですね、創屈なような気がするんで、 もうちょっと見てみようかなと思いますよってことで。はい、今回以上です。